毎度も、オンしてのオタゴリアです。よろしくお願いします。あれ？あれ？あれ？今回は？今回ですね。前回動画を見ていただけた方はわかると思うんですけれども。はいはい。一名ね、やられまして。悪化しちゃいまして。あ、まあ、今回は二人で、僕、カズマとオタゴリラさん二人で撮影ということになります。わかりました。じゃあ、今日来てるところは、はい、三重県はですね、はい、南部丘陵公園というところに来ています。はいはいはい。こちらはですね、なんか、もともとお城跡ということで、まあ、落ち武者でしたりとか、はい、あとは、まあ、自殺も結構多いみたいで、幽霊が多発してるよという噂が出てますね。落ち武者に自殺者ってもう、役満じゃないですか。勘弁してください、毎回ですけど。まあ、早速ね、回ってみたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。します。はい。はい、じゃあ、いつものね、はい、体重測定行ってみたいと思います。はい。いつものってさ、よし、乗ります。はい。今度は90、93、92か2、2だね。前91じゃありませんでした。また増えたね君。なんで終わっ、ん僕全然食べてないですからね。結構ダイエットしようと思って今頑張ってますからね僕。はい、じゃあ、はい、またどんだけ増えるのか。いや、減るのかでも。減るのかです。もうだって、増えた試ししかないから。減るためのね、企画なんで。はい。いや、早速回ってみましょう。お願いします。はい、ここが、うねめ城跡、入り口ですね。行ってたお城の跡ですね。そうですね。もう、帰ってもいいですかね。早い早い早い、今から。はい、わかりました。じゃあ、登っていきたいと思います。はい。いやこれ登るとこどこ、これ登れるの。あ、これか。やばいでしょ。おー、怖いな。ちょっと待ってくださいね。気をつけましょう。これはい、危ないですからね。でもこんな坂、まあ、やっぱり玉さは無理だったね、どの道。そうですね、ちょっとチーンだったけど。チーンじゃなくてもやばいとこだもんねこれね。え、なにこれ、ポスト。すげえ、こんなとこまで郵便来んの？え？違うのか。あ、リーフレットだって。びっくりした。ああ、なるほど。思ったより、こう、手が入ってるわけじゃない。あ、でもなんか人工物っぽいのが。細いですけど、橋っすね。これもしかしてまた体重増えたら帰り、橋バキっていくかもしれんすよ。増えていて。てか毎回ね、割かしこういう、山の中というか、そうですね、こう上り坂行ってて増えるのがほんとすごいよ。なんだっけ、自殺関係の人の例も出るんでしたっけ。そう、やっぱ自殺多いみたいで、こんだけ減ってたらね、もしかしたら今日もその放送事故的なもの切っちゃうかもしれないレベルですもんね、ここね。こう登ってるとあれっすね、 100m って長いっすね。さっき 100m って書いてあったよね。書いてあったと思う。いや、怖い。歩いてないかなこれ。大丈夫？ループしてない？マジで怖い。ちょっと帰り怖いな。これまた下ってくるんでしょ？下らなきゃダメなんだよ。なんか景色が同じだからすごいループしてる感がある。やばいよ。ちょっとこれ遭難できるよね。これは軽く遭難できますよ。軽く？深く？あんまり後ろとか撮りたくないな。企画がね、ダイエット企画ですからね。そうそうそう、そう全然ダイエットできないけどね。そう、なぜか増えるっていうね。勘弁してくださいよ。先に僕とタモさんが痩せると思うな。今1のってことはここが、やっぱり地形の尾根筋を利用して築城されたと。ということは今まで上がってきたところはこう攻めてくる、ね、まあ、やつらをこう、
まあ、ね、まあ、入ってか通り行きづらいように、うん、とかなのかな。じゃあやばかったんじゃないこれ。結構なんか映ってる可能性高いよ。あー、なるほど。城の周囲の家に放火して、はあ、はあ、で四方より攻め立てたと。ってことはこれ相当やばいとこじゃないの。でやっぱり、いや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 、あ、やっぱり一番最後の分、あの、ここホラースポットですよって自分で言っちゃってるじゃん。夜な夜なすすり泣きが聞こえてくる。ああ、いやいや、ちょっと待って、ちょっと待って、俺相当やばいとこ来ちゃったんじゃないのこれ。まあ、やっぱり攻め落とされちゃってるからで、しかも焼き払われてるからね。城主もまあ最後そうだね、腹切ってっていう形だね。よし、謎も解けたところで今日はこれで終わりですね。さあ一人で行ってみたいと思います。思わないです。ほらここは語りかけたらいっぱい、そりゃこれはね、まあでも古すぎて僕のことは通じないかもしれないから、そこは安心かもしれないですよ。みんな日本人だから。日本人だけどほら言葉のねあれであの現代なんか言ってるなっていうのは分かるからきっと来るからはい、準備できましたね。まあいつも通り完璧ですね行くんですか。はい、30分ですね。はい、まあ、向こうでスピリットボックスとね、はい、バケタンとちょっとまあ試してみてください、はい、ここまあ多分いっぱいいると思うんで、そうですね、何かこう反応が返ってきてほしくないですけど返ってくることを祈って行ってきますはい、じゃあ行ってきます。いってらっしゃい。いやー、いつも通りやっぱり、いやー真っ暗だね。はい、一人検証お疲れ様でした。お疲れ様でしただいぶげっそり言ってるけども、今回は本気でね、マジでやばかったから、おお、走って逃げてきたんでいや、ダメですここ、やっぱり。ああじゃあ、はい、そんだけね、いろいろあったら体重もきっと変わってるでしょう。そうだね、うん、確認してみ、入ってる、そう確認してみましょう。はい、じゃあ乗ります。はい、よいしょ。ああ、カチカチ言ったら大丈夫これ。ん、はちょっと待って、 95? 何キロだっけ。92か3くらいじゃなかった。2か3で、え、2キロ3キロ。これついてる、これそんな重くないからね、前も言ってるけど大丈夫。あの鉛ポッケに入れてるとかさ、知らない間にあの2キロぐらいフードファイトしたとかそういうことない。もしかしたらね、ゴーストファイトしたかもしんないねお腹の中に入ってきたかもしんないか、僕はマジでやばかったから。うわー、えぐいなー、えぐいで、これ何企画だっけなに、心霊デブリ企画、デブリ企画だったっけ。ダイエットだね今回は失敗ということで今回は毎回じゃない。いえ、今回はです。動画の方にね、何か映ってたよとか聞こえたよということがありましたら、コメント欄の方にお願いします。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。では次回の動画でまたね。またねー。